どうしたの？お腹痛いの？異変に気づいたのか、まだ寝巻き姿だったゆいちゃんが駆け寄ってきた。大きな目にじわじわと涙を浮かべて、あ、心配させてしまっている。大丈夫。ばあばは大丈夫よ。そう言って、その小さな頭を撫でてやりたかった。だが、そんな簡単なことすら、今の体では叶わない。ゆいか？うるさいわよ。そろそろ幼稚園の時間でしょ？皮肉なことに、この時ばかりは、マキさんの声が、天女のそれのように聞こえた。10人中10人が、これから南国に行くのだろう、と判断するような浮かれた格好をした彼女は、床にうずくまる私と泣き出しそうなゆうちゃんを、怪訝そうな表情で見下ろした。何してるんですか？母さん。こんなところで寝て、風邪でもひかれたら迷惑なんですけど。いや、私だって好きでこんなところに横たわっているわけではない。そう告げたかったが、やはり口がうまく動かなかった。そんな私の代わりなのか、とうとう泣き出したゆいちゃんが、マキさんに懇願してくれた。ママ！ばあばが苦しそうなの。助けて！マキさんの足元にすがりつくゆいちゃん。さすがの彼女も、バナ娘の必死な姿から異常を察し、助けてくれるだろう。そう信じていたが、はあ？どうせ疲れてるだけでしょ？寝ときゃ治るわよ。ゆいか？ばあばに風邪ひかれると面倒だから、掛け布団持ってきてあげて。邪魔だと言わんばかりに、しがみついている娘を手で払い、あろうことか、マキさんはそう言い放った。それどころか、さらにすがりつこうとしたゆいちゃんを避け、スタスタと玄関へ向かってしまった。ああ、そうそう、母さん、ゆいかの面倒、ちゃんと見てくださいね。ドアが開く直前、そう言い放つマキさんの声を最後に、私の意識は闇に沈んでいった。私の名は小泉幸子。一人息子である司も自分の家庭を持ち家を出て少し前までは夫と二人暮らしをしていた主婦だ。していたと過去形で表現したのは簡単だ。夫が銀婚式を目前にして帰らぬ人となってしまったからだ。原因はありきたりではあるが、ガンだ。付き合い始めた当初も、結婚した直後も、そして今も、特に熱愛という間柄ではなく、なんとなく居心地が良かったから付き合って、結婚して連れ添っていた。しかし、だからといって寂しくないかと言われれば、嘘になる。失った後に大切さがわかるとはよく言ったもので、夫に対する今の感情は、まさしくそれだった。そんなことだから、罰が当たったのか、それとも気づかぬうちに心労が蓄積してしまったのか。夫が他界し、葬儀も終わり、ある程度落ち着いた頃に、私は自宅で倒れてしまったのだ。ふっと消える意識、次に目を開いた時には、見知らぬ部屋の天井を背に、心配そうな、司の顔が私を覗き込んでいた。あ、母さん、気がついたんだね。安堵する司とは正反対に、私は状況が理解できず困惑する。それを察してか、息子は丁寧に事情を説明してくれた。私を心配し、ちょくちょく顔を出してくれている近所の方が異変に気づき、すぐさま救急車を手配してくれたそうだ。気を失っている間に病院に搬送され、検査も行われ、発覚した原因は低血糖だった。思い当たる節はある。私は生まれつき、1型糖尿病を患っていて、一応インスリンの注射には注意を払っていた。しかし、夫の死去、葬儀の手配、それらに伴う食生活の乱れなどから、低血糖が発症して牙を剥き、今に、至るというわけだ。幸い発見が早かったから何とかなったものの、もしもご近所付き合いをおろそかにしていたら、もしも
ご近所さんが来るのが遅かったら、そんなもしもを考えるとゾッとする。なあ、母さん、一つ提案があるんだけど。現状を説明し終え、司がおずおずと口を開く。よほど言い出しにくいことなのだろうか。その、母さんももういい歳だし、あの家に一人になるだろ。それに、今回みたいなことが、また、起こらないとも限らないし、今回みたいに偶然、なんとかなるってわけでもない。だから、さあ。ああ、皆まで言わなくても、息子が言いたいことが、大体わかってしまった。司は、同居を提案しようとしているのだ。52歳。まだまだ一人でも大丈夫だと思っていたが、第三者から見れば、やはり危なっかしいのだろう。それが今回のような騒動が実親の身に起こったのであればなおさら。しかし、家庭を持つ息子と同居となると、どうしてもついて回る問題が一つある。それは、嫁姑問題だ。正直な話、私は息子の嫁であるマキさんが苦手だ。話しかけても適当な相槌しか返さないし、視線も合わせようとしない。それにどこか見下したような態度が見て取れるからだ。よくある嫁姑問題と片付ければそれまでなのだが、そんな相手と屋根の下で暮らすとなると、お互い相当なストレスにさらされる。一人暮らしのリスクとストレスを抱えながら同居するリスク。それは私にとって、どちらも同じものに思えた。それに、司の性格の問題もある。息子は、親の私が言うのもなんだが、優しい子で、それが長所でもあり、短所でもある。姑をよく思っていない妻と、嫁に苦手意識を持っている実母。そんな二人に、板挟みにされ、果たして司は大丈夫なのだろうか。それは、同居しようってお話かしら。司が口を開く前に私の方から切り出す。あれだけ言えば大体の人間であれば簡単に察せるというのに、息子は驚いたように目を丸くした。なぜ分かったのだと言わんばかりに。驚かなくても話の流れを考えればそう思うのが自然でしょ。それよりもいいの？その、マキさんだって気を使うでしょ？本当は気を使うどころか煙たがっている素振りすらある。しかしそれをそのまま正直に伝えてしまえば角が立つのは火を見るよりも明らか。遠回しに告げれば司は表情を和らげた。それなら大丈夫。むしろマキも母さんのこと心配してたよ。あの家に一人は大変だろうから。よければぜひ同居しましょうって。今度は私が目を丸くする番だった。あのマキさんが一体どういう風の吹き回しなのだろうか。っていけない。マキさんだって本当に心配してくれているのかもしれないし。思わず悪い方向に勘ぐってしまった自分の考えを頭を振って振り払う。いくら私に対する態度がでも、今回は人一人の命が関わっているのだ。本当に心配してくれたのだろう。むしろそこまで心配をかけてしまった自分の失態を恥じるべきなのでは？それにほら、同居の話をしたら、ゆいかも母さんと一緒にいられるって喜んでたし。ゆいか、それは今年5歳になる孫娘の名前だ。ばあば、ばあばと、懐いてくれている。目に入れても痛くない。大切な孫娘。夫が存命の時は我が家へ頻繁に遊びに来たほどだ。まだ幼いとはいえ、きっと今回の件は彼女にもとても心配をかけてしまったに違いない。可愛い孫娘の名前を出されては、まだ一人でも大丈夫とは到底言えなかった。わかったわ。退院したら、司たちの家へご厄介になるわ。荷物の整理があるから、すぐにとはいかないけれど。ありがとう。母さん。なぜか
お礼を言われてしまった。それはこちらの言葉だというのに。その後私の体調は順調に回復していき、無事退院することができた。戻ってきた我が家は数日しか離れていないのに、どこか懐かしさを感じる。だが次はここを完全に引き払わなくてはならない。悲しいけれど、司たちとの約束だ。これ以上、あの家族に心配をかけるわけにはいかない。荷物を整理する手がおろそかになるのを叱咤しながら、懸命にまとめ上げた。そうして、時間はかかったが、訪れてしまった同居の日。司やゆいちゃんはもちろん、あのマキさんでさえ来訪を喜んでくれた。やっぱり、考えすぎ、よね。入院時は、司からの言葉を素直に受け取ってはいたが、時間が経つにつれて、やはり、マキさんの言葉には、裏があるのでは?と、わずかに思う自分がいたのも、事実だった。しかし、一度も見たことのない、マキさんの笑顔に迎えられ、その考えは、杞憂だと確信した。失礼な物言いにはなるが、マキさんも、人の子ということだろう。その時の私は、すっかり彼女の歓迎っぷりを信じてしまった。だが、私たちの仲が順調だったのは最初だけ。徐々にマキさんは本性を表し、その関係性にほころびが生じていったのだ。あ、掃除終わりました?なら次は、あっち、お願いしますね。リビングのソファーに寝そべり、女王のごとく指示を出すマキさん。友人と、やりとりをしているのか、スマホから顔を上げようとしない。腹が立つ態度ではあるが、曲がりさせてもらっている身であり、持病の件で心配と迷惑をかけてしまった負い目もある。言いたいことをすべて飲み込んで、今日も息子宅の家事に精を出した。事前にマキさんは専業主婦だと司から聞いていた。だが以前からあまり家事は行わず、食事も惣菜ばかり。掃除も気が向いた時にやる程度で、司やゆいちゃんが主に行っているらしい。しかも最悪なことに、私と同居するようになってから、その怠けぶりにますます磨きがかかったとのこと。ママ、前から何もしてくれなかったけど、バーバが来てからもっとしてくれなくなった。そう悲しげに話すゆいちゃんの表情が、今でも忘れられない。私が来たのはやはり間違いだったのでは?そう思うこともあったが、それを否定してくれたのもまた、ゆいちゃんだった。でもね、ばあばが来てくれたから、ゆいか、寂しくなくなった。パパはお仕事でお家にいないから、ゆいかはいつもお家で一人なの。ご飯もママが買ってくるお惣菜?ばっかりで美味しくないし、パパが困るから秘密だけど、本当は寂しかった。でも、ばあばが来てくれて、お手伝いしてくれるから、ゆいか、寂しくなくなったの。ばあば、ありがとう。そう満面の笑みで告げた、かわいい孫娘。そう言われてしまったら、嫁はともかく、孫娘のために、頑張ろうと思うのが、祖母心というもの。どんなにマキさんにいびられようが、懸命に息子宅の家事に取り組んだ。幸い夫が残してくれた保険料の貯蓄もあったため、食材を自ら購入して手料理も振る舞った。マキさんからは、こんなババ臭い料理、口に合わない。と、辛辣な感想が返ってきたが、ゆいちゃんや司からは好評だったので問題はない。その司だが、期待してはいなかったが、現状に関して何も言っては来なかった。もともと少年が優しい子だ。目の前で私がマキさんにいびられていても、困り顔でゴニョゴニョと小さく注意らしきことをつぶやくだけ。そんな夫の態度に気を良くしたのか、マキさんの態度はさらにひどくなった。最初は掃除や洗濯などの指示出しだけであったが、とうとうゆいちゃんの面倒もこちらに任せきりで自分では何もやらなくなったのだ。友人と遊ぶ日も一週間に数日からほぼ毎日となり、
家には食事とお風呂、および寝に帰るだけの状態。しかも帰宅時間も日によってバラバラで、時にはゆうちゃんと二人で食卓を囲んでいる最中に帰ってきたこともあった。そんな時でさえ、自分の夕飯がすぐ出てくるのが当たり前だと彼女は思っているため、いちいち食事の手を止めざるを得なかった。さすがにゆいちゃんの教育上よろしくないので、夕食の時間を守って帰宅するように、それとなく伝えた。しかし、はぁ？もともと三人暮らしを想定している家に、で、住まわせてあげてるんですよ。母さんは黙って、家のことをやっていればいいんです。と、取り付く島もない。しかもこれで、やれ、ババ臭い料理だ。もっと、映える料理はできないのかと、文句を言い、挙句の果てには、口に合わないからと、嫌がらせのように、調味料をかけた上で、やっぱまずい料理は、どうやってもまずいわね。と、大半を残して、自分の部屋へ戻っていく始末。同じ食卓を囲み、心配してくれているゆいちゃんには、大変申し訳ないけれど、だんだんそれすらも精神的に辛くなっていた。そんなストレスに苛まれる日々を過ごしていたある日、ある病が再び私に牙を剥いたのだ。おかしい。ね。出勤する司を見送り、次は、ゆいちゃんの幼稚園の支度と考えを巡らせていた朝、急に体に力が入らなくなったのだ。先ほどいつものように、マキさんからの嫌味の応酬を浴びながら、家族全員で朝食を食べたというのに、空腹感が襲ってくる。それどころか、寒くないのに、体の震えが止まらなかった。あ、そういえば。混乱する思考の中で、火事に追われて、最近、インスリン注射をおろそかにしていたことを思い出した。しまった。そう焦る気持ちとは裏腹に、体はその場にバタリ、と倒れてしまう。ばあば、どうしたの？お腹痛いの？異変に気づいたのか、まだ寝巻き姿だったゆうちゃんが駆け寄ってきた。大きな目にじわじわと涙を浮かべて、ああ、心配させてしまっている。大丈夫。ばあばは大丈夫よ。そう言って、その小さな頭を撫でてやりたかった。だが、そんな簡単なことすら、今の体では叶わない。ゆいか？うるさいわよ。そろそろ幼稚園の時間でしょ？皮肉なことに、この時ばかりは、マキさんの声が天女のそれのように聞こえた。10人中10人が、これから南国に行くのだろう、と判断するような浮かれた格好をした彼女は、床にうずくまる私と泣き出しそうなゆいちゃんを、けげんそうな表情で見下ろした。何してるんですか、母さん。こんなところで寝て、風邪でもひかれたら迷惑なんですけど。いや、私だって好きでこんなところに、横たわっているわけではない。そう告げたかったが、やはり口がうまく動かなかった。そんな私の代わりなのか、とうとう泣き出したゆいちゃんが、マキさんに懇願してくれた。ママ、ばあばが苦しそうなの。助けて。マキさんの足元にすがりつくゆいちゃん。さすがの彼女も、マナ娘の必死な姿から異常を察し、助けてくれるだろう。そう信じていたが、はあ？どうせ疲れてるだけでしょ？寝ときゃ治るわよ。ゆいか？ばあばに風邪ひかれると面倒だから、掛け布団持ってきてあげて。邪魔だと言わんばかりにしがみついている娘を手で払い、あろうことかマキさんはそう言い放った。それどころか、さらにすがりつこうとしたゆうちゃんを避け、スタスタと玄関へ向かってしまった。ああ、そうそう。母さん、ゆいかの面倒、ちゃんと見てくださいね。ドアが開く直前、そう言い放つマキさんの声を最後に、私の意識は闇に沈んでいった。目を覚ますと、あの日と同じように、見知れぬ天井が
目の前に広がっていた。そしてそれを背景にし、あの時以上に泣きそうな顔をしている司が、私の顔を覗き込んでいる。母さん、よかった。気がついたんだ。ああ、前もこんなやりとりをした気がする。まだ意識がはっきりしない私に対して、司はただひたすらに、よかった。よかった。と声を詰まらせて、私の無事を喜んでいた。外は雨が降っているのだろう。弱々しい息子の声がわずかにかき消される。おぼろげな思考の中、私の中で様々な疑問が乱舞する。ここはどこなのか。仕事に行ったはずの司がなぜいるのか。そして、そうだ、ゆいちゃん。孫娘の幼稚園の支度をしなくては、なんとか身を起こそうと試みたが、力が入らず、それは叶わなかった。母さん、無理したら、今度こそ危ないって。見かねた私を、司が、らしくもない剣幕で、押しとどめた。それだけ、私の状態は、危ないものだったのだろう。ここは、おとなしくしておいた方が良さそうだ。だが、だからといって、疑問点をそのままにしておくわけにもいかない。ここは？ここは、病院だよ。母さんが倒れたって聞いて、それで僕、急いで帰ってきて。帰ったら帰ったで、母さんが倒れててからさ、慌てて救急車呼んで、それでここに、搬送されたんだ。そう。何かが引っかかった。だがまだ、霞む思考では、その疑問が何なのか、はっきりとはわからなかった。病院に運び込まれた時に、診断してもらったんだけど、母さん、この前と同じ、低血糖状態だったんだよ。それにお医者さんによると、栄養不足もあるって。すまない。僕がもっと、しっかりしていれば。申し訳なさそうに、うつむく翼に、ゆっくりと首を振る。私の体調管理の甘さが、また、司たちに心配をかけることになってしまったのだ。だから、息子は悪くない。悪くないのだ。ところで、マキさんは？必死に絞り出した嫁の名前。彼女が引き返して、息子に異常事態を知らせてくれたのだろう。一度は見放されたが、それでも彼女のおかげで、こうして、一命を取り留めたのだ。お礼を言わなくてはと、彼女を探したが、その名を聞いた瞬間、あろうことか、司はこれでもかと、目を見開いた。マキ、何言ってるんだよ、母さん。あいつなら母さんほっといて、旅行に行ったままだよ。え？一瞬、聞き間違いかと思った。だが、めったに、怒りという感情を、表に出さない息子が肩をプルプルと震わせているのだ。聞き間違いではないのだろう。マキさんは私をほっといて、そのまま旅行に？先ほどの違和感の正体がようやくここで発覚した。息子に私の異常を知らせたのが仮にマキさんだったとしたら、なぜその段階で救急車を手配しなかったのか。気が動転していたから？いや、司に連絡を取った後、手配をすればいいだけの話だ。飛行機の時間に遅れるから？失礼な話ではあるが、そもそも引き返してこない方が、彼女の性格と今までの態度から考えてしっくりくる。なら、司はどうして家に帰ってきたのだ？息子に私の異常を知らせたのは？それに、ねえ、ゆいちゃんは？幼稚園、行ってるの？記憶が途切れる寸前の泣きじゃくっていた孫娘の顔が浮かぶ。先ほどまで現状を理解するので精一杯で気づかなかったが、あの可愛い孫娘はこの場にいない。嫌な予感に背筋が冷たくなる。あの家で一人ぼっちで留守番しているのか？いな、それは考えにくい。なら、幼稚園に無事に行けたのか？そうだ。きっとそうに違いない。
そうであってほしい。お願いだから、そうだと言ってほしい。だが司は、苦しげに顔を歪め、何も言わなかった。沈黙は時に、雄弁に物事を語る時がある。まさしく、今がそれであった。ねえ、ゆいちゃんは、幼稚園に、行ってる、のよね。ゆいかは、母さんの異常を知らせに、僕の会社まで、雨の中一人で来て、傘もささずに。私の問いに耐えきれなくなったのか、司は怒りを押し殺すような声色で、現実を絞り出した。ガツリ、と頭を殴られたかのような衝撃が走る。司が勤める会社は、幸いにも自転車で30分圏内のところにある。だがそれは、あくまでも大人の場合だ。5歳の子供が、しかも錯乱しながら、一人で行こうものなら、倍以上の時間がかかる。下手をすれば、そのまま迷子になる可能性だってあるのだ。さらに司は、こうも言っていた。ゆいちゃんは、傘もささずに会社に来たと。ね、ゆいちゃんは、今、どこに？無事、なのよね？ねえ。詰め寄る私に、司はただ、悔しそうに唇を噛みしめる。その仕草に、脳裏をよぎる、最悪な事態。だが、ゆいかは、高熱を出して、母さんと一緒に、ここに搬送された。今、小児科で入院してる。そう、あのね。ひとまず、最悪な事態に、陥らなかったことに安堵した。だが状況によっては、そうなっていてもおかしくはなかったし、司のこの様子からして、これから急変する恐れだって、まだ残っているのだろう。予断は許されない、といったところだろうか。母さん、すまない。僕が、不甲斐ないばかりに。母さんだけじゃなくて、ゆいかまで危険な目に。ふるふると、また、司の肩が震え始める。私は何も言えなかった。彼が怒りを向けているのは、今はここにいない、自分の快楽だけを追い求め、好き勝手に過ごしている、あの嫁に対して。私だけが被害を被っているのであれば、なるべくそれを最小限に、とどめられるよう、これからも振る舞っていけばいいだけの話である。けれどこの一件で、そうも言ってはいられなくなった。血を分けた娘ですら、下手をすれば、命に関わる重大な状態になりかねなかったのだ。最初からマキさんをかばい立てする気はなかったが、この一件で、それは皆無となった。母さん、今までその、角を立てないようにって、ひよっていてすまなかった。だけど決めたよ。ゆいかは、悲しむかもしれないけど。そう告げた司の顔は、どこまでも無表情で、けれど、その瞳には、確かに怒りの光が宿っていた。あれから1週間、私は無事に退院することができ、息子宅で司と2人、その日が来るのを待っていた。そしてついに、その日が訪れた。ただいまーって、何？この段ボール。母さん、何ですか？この段ボールは。ああ、とうとう、出て行きになったとかですか？玄関で帰るなり、やかましく、騒ぎ立てるマキさん。自然と、心拍数が、緊張から速くなる。大丈夫だろうか？隣の司を、ちらりと見ると、息子も同様に、緊張の面持ちで、しかし、玄関とリビングをつなぐ廊下の、ドアをまっすぐ見ていた。切り出す本人でさえ、緊張しているのだ。私まで緊張して、どうするのか。そう自分を奮い立たせ、司と同じようにドアを見据えた。ああ、疲れた。やっぱり家が一番ね。あ、母さん。それにパパも何よ。そんな怖い顔して。廊下のドアが開き、ガラガラとキャリーケースを引っ張ってマキさんが現れる。私たちの様子には言うほど興味がないのか。ドカッと空いているソファーに腰を下ろした。
海外の食事もいいけど、やっぱり日本人に生まれたからには日本食が恋しくなるわよね。あんな映えもしないババ臭い料理でも今なら美味しく感じるのかしら。というわけで、母さん、ご飯作ってくださいよ。身勝手すぎる発言、怒りで怒鳴り散らしそうになるのをぐっとこらえ、努めて冷静な声で告げた。失礼ですが、どちら様ですか？はあ？何言ってるんですか？あ、ひょっとして糖尿病でとうとうボケちゃいましたか？何がおかしいのかゲラゲラと笑うマキさん。だが私は何も言わず、しかも隣の司が静かに睨むような表情をしていることから、ようやく異変に気づいたのだろう。下品な笑みの顔を不審そうに歪めた。何なの？パパも黙っちゃって、何とか言いなさいよ。なら、言わせてもらう。もう僕は、お前の夫でもないし、お前は僕の妻でもない。さっさとこの家から、出てってくれ。この言葉に、さすがのマキさんも面食らった。鳩が豆鉄砲を食らったとは、今の彼女のようなことを言うのだろう。は？何言っちゃってるのよ、パパ。だから、僕はもう、お前の夫でも、何でもない。これが証拠だ。すると司がある封筒を差し出す。転送不要、と赤いスタンプが押されたそれは、マキさん宛に届いた役所からの手紙だった。何？これ。とりあえず、封を開けてみればわかる。正直な話、私もこういう手配を取るまで、そういうものがあるとは知らなかった。だから、中の手紙に何が記載されているのか、詳細までは開けてみないとわからない。それは、マキさんも同じで、いぶかしみながらも開封し、封入されていた手紙に目を通した。一度、内容を確認するために、目を横へとスライドさせる。だが、すぐに書かれている内容を理解したのか、これでもかと目を見開いて手紙をテーブルへと叩きつけた。何よ？この離婚届の受理通知って。読んで字のごとくだけど、僕とお前の離婚は成立した。それも役所からのお墨付きだ。荷物は玄関にまとめてある。早く出て行ってくれないか？はあ？離婚届なんて、いつ出したの？私が、いつ離婚を、承諾したって言うのよ。偽造よ。これは立派な、犯罪行為よ。烈火のごとく、怒り狂うマキさんとは、打って変わり、司は冷静だった。淡々と事実を告げる。偽造行為？何を言っているんだい？以前お前が、朝帰りを繰り返した時があっただろ？その時僕が提案したのを忘れたのかい？言葉に詰まるマキさん。どうやら心当たりがあるようだ。司がさらに畳みかける。その時、お前は言ったよね。離婚届を見せた僕に、司は育児なしだから提出なんてしないだろうって馬鹿にしながら、きちんと直筆でサインもしてたし、ハンコも自分の意思で押してた。そうやって用意した離婚届のどこが偽造だって言うんだい？マキさんは何も言わなかった。いや、言えなかった。がこの場合正しいのだろう。司が静かに続ける。マキ、僕は今まで初めての結婚や育児でお前がストレスを溜めているだろうと思ったから、だからあまり友人との遊びにはそこまで言及しなかったんだ。さすがに朝帰りが続いた時は、ユイ会の教育にも悪いから、少しきつめに言わせてもらったけれど。けど、母さんと同居するようになってからは話が別だ。家事を手伝ってもらうだけならまだしも、お前の母さんに対する態度や要望は同行している。僕もユイカも、母さんにまた何かあったら心配だから。だから同居を提案したんだ。それは、
お前も同じだと信じてた。家政婦代わりにしようだなんて、僕たちは、微塵も思ってはいなかったんだよ。それなのに、お前と来たら、母さんを家政婦扱いして、自分はさらに、やりたい放題。挙句の果てには、倒れた母さんと、泣いているユイカを放置して、一人だけ友人と海外旅行。それが母親。いや、人としてやることなのか?マキさんの顔が、これでもかと、青ざめていく。そしてその時、ようやく気づいたのか、弾かれたように、周りを見回して、私たちに聞いてきた。ところで、そのユイカの姿が、見えないんだけれど。来た。むしろその言葉は、私たちにとっては、遅すぎるほどだ。事前の打ち合わせ通り、私はさっと、泣き出しそうな表情を作り、怪しまれないように、そっとうつむいた。演技には自信がないが、うまくいっているだろうか。ゆいちゃん、ゆいかちゃんは、もう、いません。は?いや、いないってどういうことですか?演技を信じたのか、マキさんがまた、劣化のごとく怒り始める。お門違いな怒りに、司が、ピシャリと言い放った。ゆいかはな、お前の代わりに僕を呼びに、会社まで来たんだよ。ばあばが、苦しんでるって。雨の中、たった一人で、傘もささずに、一緒に急いで家に戻ったけど、その時にはすごい熱で、母さんと一緒の病院に搬送されたけれど、けど!誰しもそこで言葉を詰まらせたら最悪な事態を想定するだろう。司の思惑通り、マキさんもその事態を想定したらしい。怒りで赤くなっていた顔が、またさーっと青くなった。さあ、仕上げの時間だ。お前は、もうユイカの母親でもなければ、僕の妻でもない。荷物は玄関にまとめてある。とっとと出て行け。もう、顔も見たくない。今すぐに、さあ。はい。演技とはいえ、いつもおとなしい司のあまりの剣幕に気圧されたらしい。マキさんは、這うようにして、廊下へ飛び出すと、慌ただしく、持てるだけの段ボールを抱えて、外へ飛び出していった。どれぐらい時間が流れただろう。そっと耳を澄ませ、気を配り、そして、マキさんが帰ってくる気配がないとわかるや否や、司は、はぁ、と、深いため息とともに、ソファーへ沈み込んだ。自分で言い出したこととはいえ、やっぱり、向いてないな、演技って。でも、迫真の演技だったわよ。定年後は、町内会の演劇サークルに所属してみたら?冗談はよしてくれよ、母さん。そうやって、苦笑する司は、いつもの優しい息子に戻っていた。それからさらに、時が過ぎた。ゆいちゃんはというと、幸いなことに、命に別状はなく、しかし何があるかわからないということもあり、熱が引くまで入院することとなった。だがそれも、マキさんが逃げるようにして家を飛び出した数日後には、無事退院できた。正直、マキさんと司が離婚したこと、母親がいなくなってしまったことを、幼い彼女に話していいかという戸惑いは私たち親子の中にはあった。だが、いつまでも隠し通せることでもなく、彼女を傷つけることを覚悟の上で正直に話した。ママがいないのは寂しいけど、ばあばがいてくれるなら、ゆいか寂しくないよ。そう告げた孫娘は、決して無理をしている風には見えなかった。幼児なりに、マキさんに対して、いろいろ思っていたのかもしれない。そんなマキさんだが、その後、どうなったかは正直不明である。どうやら同居を承諾したのは私に家事を代行させるだけではなく私の貯蓄も当てにしていたからだったらしい。その目論みも外れた今、おそらく実家にでも戻っているのだろう。家族3人で過ごす
私にとっては新しい我が家、家族が集うリビングの一角にこの前一つの絵が飾られた。それはゆいちゃんが幼稚園で一生懸命描いた将来の夢。赤い十字が書かれた白い帽子をかぶる女の子がたくさんの笑顔の人々に囲まれている絵だ。ゆいか、大きくなったら看護師さんになるの。それでね、ばあばみたいな人をいっぱい助けるの。そう告げた彼女の顔は、絵の中にいる少女のようにキラキラと輝いていて、どうか、この優しい孫の夢が叶いますように、と、そう願わずにはいられなかった。子供たちもスポーツをやってると毎日たくさん食べるのでしょうね。あの量で足りるかしらね。そうね、食べ物もそうだし、洋服や学費にも何かとお金がかかりますね。そうよね、食費に学費に何かとお金がかかっちゃうのよね。これから受験とかもいろいろ控えてるし。ですからね、お母さん、お米を送ってくださるのはもちろんありがたいと思ってるんですけど、長男の嫁であるユカの様子から私は彼女の真意にうすうす気づき始める。きっとユカはお米や野菜ではなく現金が欲しいと言いたいのだ。それは私もわかってるつもりよ。だけど育ち盛りのあの子たちにとって食費がかかってしまうのも事実でしょう。私は現金の援助には抵抗がある意思を遠回しに伝えた。一度でも現金を払ってしまえば、要求は今後も繰り返されることが目に見えている。お母さん、確かに食べ物も大事ですけれどね。現金があれば、あの子たちが喜んでくれるものをもっとたくさん買ってあげられると思うんですよ。ユカは依然として現金への強いこだわりを匂わせている。わかりました。それではこうしましょう。今後は米や野菜は控えめにして、それに代わる方法であなたたちを援助することにいたします。さすがお母さん、ありがとうございます。今後とも末永いお付き合いよろしくお願いいたします。私の名前は服部英子。67歳。数年前に夫に先立たれて以来、現在は自由気ままな一人暮らしを楽しんでいる。そんな私が毎月欠かさず続けていることがある。それは、東京で離れて暮らす長男、茂夫婦に地元で採れた米 30kg と自分で育てて収穫した季節物の野菜を送ることだ。月始めになると、私は必ず宅配業者を呼んで荷物の配送を依頼する。自宅前に配送トラックが止まり、顔なじみのドライバーがはつらつとした声で挨拶すると、私は意気揚々と玄関を開けて彼を迎え入れる。暑い中ご苦労様。今月もまたよろしくお願いしますね。さあさあ、お茶でも飲んでいって。私が冷蔵庫でキンキンに冷えたお茶を差し出すと、ドライバーは屈託のない笑みを浮かべて、いつもありがとうございます。お孫さんたちもきっと喜びますね。上の子は小学校でバスケをやってるんですよ。真ん中の子は勉強ができるし、末の子は野球が好きみたいでね。私は育ち盛りの孫たちが元気に笑った顔を思い出して、つい頬の筋肉が緩んでしまう。久しく顔を見ていないが、あの子たちが私の送った米や野菜を美味しく食べている姿を想像するだけで胸がワクワクするし、心なしか若返るような気がするのだ。たまには孫の顔を見せてくれても良さそうな気がするけれど、しげるは大企業の管理職にあるので、到底こちらには帰る時間が取れないだろう。予定は遅くとも明日の昼頃には届けられると思います。あの子たち、見ない間にすっかり大きくなってるんだろうね。あ、ごめんなさい。
荷物よろしくお願いしますね。私のとろけた笑みを全く気にする素振りを見せず、ドライバーは爽やかな笑顔を残して去っていった。翌日の夕方、私が買い物から帰宅するのとちょうど同じタイミングで、長男嫁のゆかから電話がかかってくる。お母さん、先ほど荷物届きました。いつもありがとうございます。いいんですよ。私が好きでやってることなんだから。それより、あの子たちは元気でやってる？そっちは誰も風邪ひいていない？最近は流行り病が大変らしいから、あなたたちも気をつけなさいね。普段は遠くて会えない分、私はついつい質問攻めにしてしまう。いつも一方的に喋りまくっては、聞く相手のことを思い出して、自らを反省するのだ。あら、ごめんなさい。また話が長くなりそうだったわね。いいえ、いいんですよ。電話の向こうで、ゆかは抑揚のない声で答えた。ゆかは、しげると結婚前に挨拶に訪れた時から、積極的に話をすることはしなかった。かといって、性格が暗いというわけではなく、どちらかといえば、服装はかなり羽好みといったところだ。それにしても、私には気になることがある。毎月荷物が届いた後で、ゆかは必ずお礼の電話をかけてくるのだが、回を重ねるごとに声の調子が沈んでいくような気がしている。私の気にしすぎかもしれないが、言葉ではお礼を言っていても、心が伴っていないというか、声に張りがまるでない。ゆかさん、最近会っていないけれど元気？なんだかあなたの声を聞いていると元気がないみたいで気になるわ。私が心配して尋ねると、ゆかは少しだけ声に力みを含めて、そんなことはありません。ちゃんと元気でやっていますよ。それを聞いて、私はひとまず安堵する。だが、会話を続けようとする意志は弱いらしく、次の言葉が相手からなかなか出てこない。あの子たち元気でやってる？確か上の子はバスケをやっていると言ってたわよね。やってますよ。それが何か。少し冷たい響きのあるゆかの答え方に、私はいささかの寂しさを感じた。とはいえ、こちらが気にする筋合いのものではないだろう。私としても相手に感謝されたくて、毎月米や野菜を送っているわけではないし、ただの自己満足と言われてしまえばそれまでかもしれない。孫の喜ぶ姿を想像して喜んでいるに過ぎないのだから。それにしても、もう少し喜びの感情を声に乗せてくれても良さそうなものだ。スポーツをやっていると毎日たくさん食べるんでしょうね。あの量で足りるかしらね。そうですね。食べ物もそうだし、洋服や学費にも何かとお金がかかりますね。私は気分を変えて冗談っぽく言ってみたが、ゆかはくすりとも笑わず、真面目に返してきた。そうよね。私もしげるを育ててきたから、あなたの気持ちはよくわかるわ。食費に、学費に、何かとお金がかかっちゃうのよね。これから受験とかもいろいろ控えてるし。ですからね、お母さん。お米を送ってくださるのはもちろんありがたいと思ってるんですけど。珍しく、ゆかの方から話を膨らませようとしたが、その続きは言いづらいらしく、途中で言うのをやめてしまった。ゆかの話の様子から、私は彼女の意思にうすうす気づき始める。きっとゆかは、お米や野菜ではなく、現金が欲しいと言いたいのだ。それは私も重々わかってるつもりよ。だけど、育ち盛りのあの子たちにとって、食費がかかってしまうのも事実でしょ？そこは私に協力させてほしいのよ。私は
現金の援助には抵抗がある意思を遠回しに伝えた。一度でも現金を払ってしまえば、要求は今後も繰り返されることが目に見えている。それに、米や野菜と違って、現金はどのようにでも形を変えられるのだ。私は、はっきりとした形で孫たちの喜ぶ顔を見たいと思っている。そのためには、現金ではなく、食べ物が最も効果的だと確信しているのだ。お母さん、確かに食べ物も大事ですけれどね。現金があれば、あの子たちが喜んでくれるものをもっとたくさん買ってあげられると思うんですよ。ユカは依然として現金への強いこだわりを匂わせている。普段は自ら積極的に喋ろうとしない彼女が、この時ばかりはなぜか強い姿勢で攻めてくる印象だ。わかりました。それではこうしましょう。今後は米や野菜は控えめにして、それに代わる方法であなたたちを援助することにいたします。私は直接的な発言は避けて、遠回しに今後の方針転換を伝えた。ユカは何を思ったのか、張りのある声で。さすがお母さん、ありがとうございます。今後とも末永いお付き合い、よろしくお願いします。と言って、電話を切ってしまった。考えてみれば、確かにユカの言う通り、孫たちにとって大事なものは食べ物だけではない。学費だって馬鹿にならないし、勉強に使う筆記用具や洋服も大変だろう。たとえ父親が大企業の管理職とはいえ、やはり育ち盛りの子供たちを育てていくには、経済的に簡単ではないのかもしれない。そう思った私は、米や野菜の仕送りではなく、代わりに参考書や辞書、子供たちが気に入りそうな運動靴などを買って送ることにした。それから1ヶ月が経った頃、ユカから再び電話がかかってくる。ユカの暗く沈んだ張りのない声の調子から、きっと楽しい話題ではないと私はすぐに思った。お母さん、子供たちへの贈り物ありがとうございます。言葉ではお礼を伝えているが、明らかに心がこもっていない。喜びや感謝という感情は全く感じず、それどころか逆に怒りに近いものを感じてしまう。いいんですよ。だけど物足りなかったかしら。今子供たちに人気の運動靴を店員さんに聞いて買ったのだけど、あの子たち気に入らなかったの？真っ先に私の頭に浮かんだのは、孫たちのがっかりした表情だ。そんなことではありませんよ。もうどうして分かってくださらないのですか？ユカは感情を声ににじませ、怒りを隠そうともしなくなった。と言っても、私にはどうしてユカが怒り口調なのか全く理解できない。ユカさん、あなた一体どうしちゃったというの？何か不満があるよね。ユカは、電話口で一旦深く呼吸をすると、いいですか、お母さん。何度も言わせないでくださいよ。私は食べ物や道具じゃなくて、あくまで現金が欲しいんです。あんなもの送られたって使い道は決まっちゃってるじゃないですか。私も薄々気づいていたことではあったが、こうもはっきり言われるとは予想していなかった。私は、長男夫婦の経済事情に何かトラブルが起きているのではないかと悪い想像を働かせてしまう。もしかすると、しげるが会社で何かしら大きな失態を犯してしまって立場が苦しくなったのか。あるいは仕事上のストレスから多額の借金を抱えてしまって首が回らない状況に追い込まれているのか。そうでなければ、長男の嫁がこれほど現金を要求してくる理由が思いつかない。大企業の管理職であれば、普通に生活している限り、経済的に苦しくなることは考えられないはずだが。
私の知らないところで大変な事態に陥ってるのかしら？シゲルは何と言ってるの？私がシゲルの名前を口にした途端、電話の向こうでユカの喋りが早口になり、あの人は関係ありませんよ。彼は仕事で忙しい人ですから、あまり家庭の事情で心配をかけたくない、それだけです。夫を気遣うけなげな妻のようにも聞こえるが、妙に早口で喋るところは、何か知られては困る秘密を抱えているような気がした。わかったわ。物品を送るか現金を送るかは、こちらでもう少し考えさせて。私なりにできる限りの援助をさせてもらうから。それじゃあ切るわよ。明確な回答を避け、私は曖昧な考えを伝えるだけにとどめた。電話の向こうでは最後までユカがブツブツ文句を繰り返していたが、私は完全に無視することにした。夕方になって、そろそろシゲルが仕事を終えて帰宅する時間を見計らって、私は電話をかける。普段は仕事で忙しい長男に気を使って、めったに電話をかけることはないが、今回はどうしても聞いておかなければならないことがあった。シゲルの方も、まさか実家の母親から何の前触れもなく電話がかかってくることに不安を抱いたのか、呼び出し音が3回鳴っただけですぐに応じた。どうしたんだよ、珍しいな。何かあったのか？シゲルは挨拶も抜きにいきなりこちらの様子を伺ってくる。きっと私が病気で倒れて動けなくなっているのではないかと焦ったのかもしれない。私の方は大丈夫よ。医者にもあと50年は健康だって笑われたわ。それよりあなたに大事な話があるんだよ。私が元気であることに安堵したのもつかの間、電話の向こうでシゲルの声に緊張がこもる。あんたは仕事はうまくいっていないの？何かトラブルとか抱えてたりする？シゲルの反応が数秒ほど遅れて、それからおかしそうに笑い出す。一体どうしたんだよ。俺が何かまずいことでもやらかしたって、不審な電話でもかかってきたのか？きっとそれ詐欺だよ。シゲルの発言を聞いて、私は自分の心配が無駄だったことに胸をなで下ろす。と同時に、嫁のユカに対する不信感が、私の中ではっきりと輪郭を帯びていくような気がした。ユカさんから電話があってね、なんだかお金に困っている様子だったのよ。でもあんたの稼ぎに問題なければ心配ないはずでしょ？それ本当なの？全く知らなかった。俺もあいつからは特に相談されてないよ。シゲルの方も私から話を聞くまで何も知らなかったらしく、かなり困惑している。続けて私は、米や野菜に代わって、筆記用具や洋服、運動靴などを孫たちに買って送ったら、これもユカに否定されたことを打ち明けた。最初は黙って聞いていたシゲルだったが、声の調子が真剣そのものになり、道理で最近母さんから米が届かなかったわけだな。子供たちも美味しい米がたくさん食べられないっていつも嘆いてるぞ。やっぱりそうだったのね。上の子はバスケやってるでしょ？ご飯ちゃんと食べてる？上の子もそうだし、末の子も最近野球を始めたんだ。ところが、母さんから米が届かなくて、ユカが買ってくる安い米は美味しくないって子供たちは言うんだよ。シゲルから語られた孫たちの真実を知った私は、ユカの真意を確かめようと思い立つ。今週の土曜日、あなた家にいる？家族全員揃っている？夕方なら問題ないよ。子供たちも帰ってきている頃だからな。って母さん、まさかこっちに来るつもり？そのつもりだけど、あんたの方は不都合かい？
いや、そんなことはないよ。そうだな。家族揃ったところで、母さんと一緒にユカを問いただす必要があるかもしれないな。シゲルはすぐに納得した様子で、私の提案に応じてくれた。問題の土曜日になると、私は慣れない新幹線に乗って上京。シゲルは最初、駅まで迎えに行くと言っていたが、そんなことをすればユカが警戒すると思った私は、息子の申し出を断り、家までタクシーを使った。インターフォンを押すとしばらくして、はーい、と女性の明るい返事とともに玄関のドアが開く。こんばんは、久しぶりね、ユカさん。私の顔を見るなり、ユカの表情が凍りつく。突然現れた義母を受け入れて良いものか、頭の中で必死に思案している。突然だけど、上がっていいかしら。それは、ちょっと夫に相談してみませんと困ります。ユカは私の前に立ちはだかって、中へ通さないようにしていたが、廊下の奥からシゲルが出てきて。よく来たね、母さん。さあ、入って。靴箱を見ると、ブランド物の女性用靴が目に留まり。この靴、いくらしたのかしら。私は、ぽそりと小さな声でつぶやいた。私を拒む堤防があっさり崩れると、ユカは慌ててリビングへ飛んでいった。私はシゲルが出してくれたスリッパに履き替えると早歩きでユカの後を追う。リビングに足を踏み入れた私は我が目を疑った。天井には豪華絢爛なシャンデリアがキラキラと光沢を放ち、棚やソファーの上にはブランド品のバッグが無造作に散らばっていたのだ。そのソファーやテーブルも海外の有名デザイナーが制作したおしゃれなものばかり揃っている。とても経済的に困窮している家庭とは思えない。すべてを見られてしまったユカは、今さらブランド物を隠すこともできず、家の中をあたふたしている。シゲルの稼ぎならこれくらいの贅沢は相応だと思うけれど、だとしたら、どうしてユカさんは現金を欲しがったのかしら。私は芝居じみた口調で首をかしげると、シゲルもそれに合わせて、ユカは俺の稼ぎに不満があるみたいだな。嫁をじろりと睨みつけていった。ユカは目を泳がせていたが、追い詰められ逃げ場がないと悟ったのか。そうよ、全然足りないわよ。悪い？子を持つ母親にはそれくらいお金がかかっちゃうんだから仕方ないでしょ？ついに開き直って大声を張り上げる。無理してブランド物なんて買うから足りなくなるんだろう。普通に生活していれば十分にこと足りるじゃないか。シゲルが激しい口調で怒鳴りつける。それに対して、ユカは全く悪びれる様子もなく、夫を睨み返し。あんたは知らないでしょうけどね、ママ友の世界には見栄が必要不可欠なの。少しでも裕福な自分を見せておかないと、周りから馬鹿にされちゃうのよ。そのためには、ブランド物だってお金を出し惜しみしてはいけない。人気があればすぐに買わなきゃいけないし、食事会だって少しでも高級な店を選ばないと、ママ友に陰で笑われちゃう。今までだって、まだまだ全然足りないくらいよ。本当はエステに行って、お肌も手入れしなきゃならないし、お洋服だって去年流行ったものはもう時代遅れ。そろそろ新しいのが欲しいの。それなのに、あなたと来たら、将来に備えてとか、子供たちのためだとか、堅苦しいこと言っちゃって、全然私の自由にお金が使えないじゃない。だから母さんを騙して、お金を取ろうと企んだっていうわけか？騙してって、それじゃまるで私が詐欺を働いたみたいじゃない。違うわよ。私はただお母さんに援助してもらいたかっただけ。それの何がいけないの？ユカはすっかり開き直ってしまった。あなたは
自分のことしか考えられない寂しい人だということがよくわかりました。私が吐き捨てるように言うと、ゆかは私を鬼の形相で睨みつけ。はあ？こんなに私が世間の厳しさを説明してるのに、まだ理解できないわけ？世の中の動きについていけてる？もしかしてボケが始まってるんじゃないの？大丈夫おばあちゃん。ゆかは、私に言いたい放題悪口を叩くと、さらに深いため息をついて。どちらかといえば、私は被害者なのよ。毎月あんな重たい米ばっかり送ってきたんじゃ、ネットで販売するにしたって、輸送費とか換金がめちゃくちゃ大変なの。ただでさえ稼ぎが小さいのに。お前は、母さんが送ってくれた米を転売してたのか？なんてやつなんだ。しげるが呆れて頭を抱えると、ゆかは罰が悪そうに。売ったのはほんの少しだけよ。僕方は子供たちに食べさせてやったでしょ？それに、筆記用具とか参考書なんて全然買い取ってくれないし困ってんだよ。まあ、運動靴は人気だし、売ろうと思えば売れるのに、子供たちが手放そうとしない。当たり前だ。お前は自分の子供が大切にしてるものまで平気で売り飛ばそうとしてたのか。そこへ部屋で遊んでいた3人の孫たちも両親の口喧嘩を聞きつけて飛び出してくる。そうなんだよ。ママったらひどいんだよ。おばあちゃんが買ってくれた靴を僕たちが学校へ行ってる間に売ろうとしてたんだから。そうだよ。僕が友達に自慢しようと思って学校に持って行ってたから助かったんだよ。孫たちが私の腰に抱きついてきて純粋な瞳を輝かせて訴えてくる。私もしげるもゆかの言動にすっかり呆れてしまった。子供たちの学費だって本当は今までずっと母さんが援助してくれていたんだ。俺は自分の給料でも十分やっていけると言ったけど、それは子供たちの将来のためにとっておけと。そんな母さんの優しさをお前はないがしろにしたんだ。母さんに膝をついて謝らないと俺は許さないぞ。ここまで感情的に怒りをむき出しにする息子を私は初めて目の当たりにした。それも自分のためではなく私のために怒ってくれている事実に私は胸が熱くなる。もうやだやだ。どうして私が謝らなければいけないの？ママ友に馬鹿にされないことは子供たちのためでもあるというのに、どうして誰も分かってくれないの？規制を発しながらゆかはあちこちに散らばっているブランド物のバッグを手当たり次第に私やしげるめがけて投げつけてきた。しげるは私と子供たちを守るようにリビングから連れ出す。こうなると最後に頼れるのはあの人たちだけだな。よし、あの人たちを呼ぼう。しげるはスマホを取り出すとどこかに電話をかけ始めた。電話の内容から相手はゆかの両親だと分かった。そうです。今すぐ来ていただけると助かります。お待ちしております。三人目の孫が生まれた時以来、ゆかの両親には会っていないが、まさかこんな形で再会することになるとは予想もしていなかった。それから30分とかからずに、ゆかの両親がタクシーを飛ばして駆けつける。しげるが玄関を開けて迎え入れると、両親はどかどかと足音を鳴らしながらリビングへと向かっていく。ゆかは顔を真っ赤にして身近にあるものを手当たり次第投げつけ、疲れたら休んでまた投げるをひたすら繰り返している。自暴自棄になっていて自分でも歯止めが効かなくなっているのだろう。お前は大人にもなって一体何をやってるんだ？父親の怒鳴り声にようやく我に戻ったゆかがピタリと動きを止める。私としげるがゆかの両親に事情を説明すると、最初は面食らっていた両親だったが、娘の現在の様子とブランド物のバッグを見て状況が飲み込めたらしい。しげるさん、英子さん、うちのわがまま娘が大変申し訳ありませんでした。
母親が私たちに深々と頭を下げて謝ると、ゆかは目に涙を流し、自分のことを誰も分かってくれない悔しさに唇をかみしめ、どうしてみんなで私のことを邪魔にしようとするの？私はただ欲しいものを買いたかっただけなのに、他のママ友に自慢したかっただけなのに。そういうことは自分で稼いでから言え。これ以上、しげるくんや英子さんに迷惑をかけることは私が許さん。父親が娘を叱りつけ、母親もそれに続いて、娘がわがままに育ってしまった責任は親である私たちにあります。娘の見えっ張りと浪費癖は私たちが叩き直してみせますから、と言って力強く約束してくれた。ゆかの父親は娘の首根っこをつかむと、今から家に連れ帰ってお前のねじ曲がった価値観を叩き直してやる。それでも治らなければ離婚されても文句は言えまい。父親がしげるの顔を見て言うと、しげるは何も言わずにこくりとうなずいた。離婚という言葉を聞いても抵抗を感じないほど、しげるの中でゆかに対する愛情はすっかり冷めてしまったようだ。そしてゆかは最後まで私やしげるに対して暴言を吐きまくっていたが、結局両親に連れて行かれた。ぐーっとどこからともなくお腹の鳴る音が聞こえて振り返ると、孫たちがお腹をさすって、おばあちゃんお腹空いちゃったよ。そういえば夕飯がまだだったことを思い出して、私は袖をまくり上げる。それじゃあ今夜はおばあちゃんが料理を作るかね。ちょうど野菜を持ってきたところだったんだよ。冷蔵庫を開けると、ゆかはかなり食事にズボラだったと見えて、ほとんど食材らしいものは入っていなかった。それでも私は長年の主婦としての経験から、あり合わせのものを使って3品のおかずを作った。すごいおばあちゃん、まるで魔法使いみたい。私の手料理を孫たちが喜んでくれるので、私はゆかに代わってこの家に同居することに決めた。しげるも反論はなく、それ以上に孫たちは万歳して、やったね、毎日おばあちゃんの料理が食べられるなんて最高だ、と大いに喜んでくれた。食卓を囲みながら、ゆかがどんな母親だったのか孫たちに尋ねると、私も驚くとんでもない答えが返ってきた。なんとゆかは自分の遊ぶお金を少しでも多く捻出するために、孫への出費を出し惜しみしていたというのだ。新しいノートを買いたいのにママが買ってくれないんだ。僕もせっかく野球を始めたのにグローブを買ってもらえない。私利私欲に走る母親に対して、孫たちはかなり不満がたまっていたようだ。しげるが食べる手を止めて箸を置くと、自分の子供たちに向かって、申し訳ない。パパが気づいていれば、ママのわがままを許さなかったのに。そのせいで、お前たちには辛い思いさせてたんだな。パパが謝ることないよ。悪いのは全部ママなんだから。父親を気遣う孫たちの優しさに、私の胸は熱くなり、目から涙がこぼれ落ちる。おばあちゃん、泣いてるの？そんなことないよ。ただ目にゴミが入っちゃっただけ。そう言って、私はごまかした。その後、両親の監視下に置かれたゆかは、最後の抵抗を試みる。おばあちゃんやパパに私を許すように伝えて。ママに協力してくれなかったら学校で待ち伏せてひどい目に遭わせるわよ、といった脅迫めいたメールを自分の子供たちに送りつけてきたのだ。それを知ったしげるは当然のごとく激怒する。そして子供たちと相談の末、パパはママと離婚することを決めた。
お前たちはどうする？僕たちもパパについてくよ。あんなママとは一緒に暮らせないもん。それにおばあちゃんは僕たちが必要なもの何でも買ってくれるし、美味しいご飯もいっぱい食べさせてくれるから、ママなんていらない。こうして息子夫婦は正式に離婚が成立したのである。ユカは子供と夫に捨てられた浪費妻として、ママ友の間でも広く知られる存在となってしまった。だがユカの両親は私たちにいつも快く協力してくれるので、孫たちは相変わらず心を開いてくれている。二人は時々ユカに内緒でこっそり遊びに来ては、孫たちに好きな本を買い与えている。一方、完全に世間体を失い、まともに外を歩けなくなったユカは、顔をサングラスとマスクで覆い隠して、孫たちが通う小学校の前で張り込む日々が多くなった。私はあの子たちの母親なのよ。学校の前で待っていたって何が問題なの？不審がある学校職員に対してユカはそう開き直ったが、この事実を知ったシゲルはまたしても激怒する。お前は一体どこまで恥知らずなんだ。今度ストーカーみたいな真似を繰り返してみろ。即刻警察に通報するからな。学校にもそうするように伝えてある。と容赦なく切り捨てた。そんなことしないでよ。あの子たちに会えなくなったら、私はこれからどう生きていけばいいの？ユカは泣きわめいたが、こうなったのも全て本人の自業自得なのだから仕方がない。あまりにもしつこくかかってくるユカからの電話に業を煮やしたシゲルは、彼女の電話番号を着信拒否にしてしまった。僕、今度のバスケ大会でキャプテンに選ばれたんだよ。おめでとう。それはすごいわね。それじゃ。こんな元嫁との子供、ほんと邪魔で迷惑なんだよ。だから俺たちにとって縁起悪いからさ、ここで育ててよ。突然連絡もなしに我が家へ数年ぶりにやってきた私の息子和也は、再婚したと思ったら元嫁との子の由美を私に押し付けてきた。堂々と自分の子に向かって邪魔者扱いをする和也を見て、私は心底怒りの感情が湧いてきた。和也、あなた自分で何を言ってるか分かってるの？しかし全く反省の色もなく、さらに自分を邪魔者扱いする和也の発言を聞いても、小さく怯えている由美を見て不憫に思った私は、自分の子として育てることを決意した。わかったわ。由美ちゃん、うちの子になりなさい。私は森川ひろみ、26歳で結婚し、翌年には男の子を授かった。無事に出産を終えた時、夫の翔太に退院を知らせようと電話をかけるが、なかなかつながらなかった。仕方なく病院の受付の人に頼み、タクシーを呼んでもらい、恐る恐る和也を抱いてようやく帰路に着いた。私は家の前でタクシーを降り、玄関先で鍵を取り出すためにカバンを探る。もう翔太ったら見舞いにも来ないで、ベビーカーの用意だってお願いしていたのに。まだ慣れない抱っこに苦戦しながらも、やっと家の鍵を取り出した。とりあえず荷物は玄関先に置いたまま、鍵を開けようとドアに一歩近づいたその時、なぜか家の中から女の人の甲高い笑い声が聞こえてきた。想定外のことに、私は反射的にドアから離れ、辺りを見渡すが、当然周りには誰もいない。私は赤ちゃんを抱きかかえたまま、恐る恐るそろり忍び足で家の裏に回った。そして
どこかから中の様子が見えないものかとキョロキョロしていると、ちょうどすりガラス越しに家の中で動く人影が見えた。最悪の事態を想像して恐ろしくなった私は、玄関前に戻り家に入ろうか迷っていると、ドタバタと家の中が騒がしくなり、足音が玄関に向かってきたので、私は慌てて物陰に隠れた。間一髪のところで開いた玄関からは、夫と仲良く手をつないだ女性が出てくるのを私は目撃する羽目になったのだ。二人は周りがまるで見えていないのだろう。玄関先に置かれていた私の荷物にさえ気づかず、今日のランチはラーメンなんて騒ぎながら出て行った。その二人の様子はあまりに自然だったことから、常習犯であることを悟った私は、その場で翔太と離婚することを決意した。退院してから一週間後くらいだったと思う。ご機嫌な様子で帰宅した翔太に離婚届を突きつけると、いとも簡単に署名を入れて嬉しそうに言った。いや、正直俺子供嫌いだからさ、そんなちっこい生き物の世話をしなくて済むなら喜んで出ていくよ。翔太は女遊びをしていたことに反省の色を見せないどころか、赤ちゃんに対しても思いやりのかけらもない言葉を浴びせたのだ。それどころか、ようやく自由に女遊びができるとつぶやき、俺ってモテるからなとブツブツ言っている。あなたって血の通っていない人間だったのね。精悍な顔つきで顔だけはいい翔太に騙されてしまった私も悪いと自分を責めた。そして生まれてくる赤ちゃんには奔放な翔太とは違い、和やかに育ってほしいと願い、私は和也と名付けた。そうして私が出産して1ヶ月もしないうちに正式に離婚が成立すると、翔太はさっさと家を出て行った。翔太は慰謝料と称して気持ちばかりのお金を置いていったが、当然それだけでは足りず、日中は和也を保育園に預け働きに出ることになった。朝起きてすぐに保育園に向かい、和也を託すとパートで18時まで働く。退勤と同時に保育園に迎えに行き、和也と共に帰宅。そして身の回りのお世話をしてすぐに寝かしつける日々。パートは発給のためほとんど休みも取らず、場合によっては残業もしながら必死に働いていた私は、和也に避ける時間は少なかった。ママ抱っこ。私は朝からバタバタと準備を終え、玄関で和也に靴を履かせようとしたら、すかさず抱っこをせがまれた。和也ごめんね、ママは忙しいから抱っこは保育園の先生にしてもらおうね。やだ、ママがいい。和也は地団駄を踏みながら泣き始めた。ごめんね。私は和也に悪いと思いつつ、仕事に遅れないかという心配が頭を占めていたため、泣きわめく和也を無理やりベビーカーに乗せると保育園へ急いだ。ママ僕と遊んでよ。また別の日の朝、相変わらず和也は私にせがんできた。和也もう保育園に行く時間よ。僕保育園なんか行きたくない。和也はそう叫ぶと、私の足にしっかりとすがりついてきた。僕と遊んでくれなきゃ嫌だ。もう和也ったら。それからギャンギャンと泣く和也をなだめるために1時間もかかり、結局パートに遅刻してしまった私は店長にひどく怒られたのだ。その日からますます和也に対して
おざなりに接するようになってしまった私。和也はしばらく私にすがり続けてきたが、相手してもらえないと察したのか、次第にわがままを言わなくなっていった。私が十分に愛情をかけられなかったこともあり、和やかに育ってほしいという思いとは裏腹に、和也の性格はどんどんねじ曲がっていってしまった。和也が大きくなるにつれて、私たち親子の会話はほとんど交わされることはなかった。次第に顔立ちもはっきりとし、背も伸びていった和也は、別れた夫に似て、精悍でイケメンな顔つきとなった。和也は小学校に上がると、ますます口を聞かなくなり、どんな小学校生活を送っているのか、私には想像もつかなかった。そんなある日、いつものようにパートに出ていた私の職場に、小学校から電話がかかってきた、と、不機嫌な様子の店長から言われた。もしもし、森川ひろみと申します。森川和也の担任の先生はいらっしゃいますか？ああ、和也くんのお母さんね。先生は挨拶もせず、早口で切り出した。二度も電話したんですよ。まるで私が悪者かのように、強い口調で攻めてくる先生。すみませんが、今日は仕事に出ているので。まったく、これだから最近の若い母親は。声から50歳近くだと予測される先生は、私の話を聞こうともせず、一方的に子供のしつけについて散々持論を述べた後で、ようやく本題に入った。とにかく、昨日行われた授業参観にいらっしゃらなかったのは、和也くんのお母さんお一人でしたし、どのような教育をされているんです？電話の向こうからでも不信感が伝わってくるほど、先生の声にはトゲがあった。すみません、母子家庭なもので、私が働くしかないんです。ああ、だからね。意味深に言葉を吐いた先生は、その後驚きの事実を告げた。和也くん、小学校の中で有名なんですよ。女の子の消しゴムを盗んだり、授業中には大声で騒いだりして、みんなに文句を言われてます。え？和也が？よっぽど愛に飢えているのかしら。誰かが相手してあげないと収まらなくて。和也くん、かわいそうだわ、まったく。一方的にまくし立てられ、何を言われたか整理もつかないまま電話は切られた。家でこの話を和也にしようとしても、和也は、と声にしただけでテレビから目を離さない。いつの間にか、おはよう、行ってきますの挨拶さえなくなってしまった。そして中学校に上がると今度は新しい問題に直面した。なあ、1000円くらいいいだろ。必ず返すからさ。眉毛を八の字にし、和也は私にお小遣いをねだってきた。まったく、これで何度目よ。中学生になってから随分とお金を使っているみたいだけど。優香の誕生日にいいプレゼント送ってやりたいんだよ。頼む。手をすり合わせて和也は調子よく頭を下げてきた。この前はミサ、その前は夏子、さらに前は友かで、今度は優香だって、お金がいくらあっても足りないじゃない。しょうがないだろ、俺ってモテるからさ。これで最後にするから、この通り。和也はパンと手を合わせて、なおも食い下がってくる様子を見て、
私が今まで愛情をかけられなかった負い目がある私は仕方ないと割り切ることにした。そこまで言うなら仕方ないわね。最後にはならないだろうと諦め半分の気持ちで千円札を渡すと、和也の甘えモードは急に終わった。女はちょろくて助かるぜ。ひらひらと千円札を振りながら、そのまま和也は家を出て行ってしまった。その後も私の予想通り和也からのおねだりは続き、高校生になってようやくアルバイトを始めてマシになるかと思いきや、要求される金額が上がる一方だった。私は相変わらず必死に仕事を続け、なんとか切り盛りしつつ和也のわがままに振り回される毎日。ようやく和也が高校を卒業し就職した。そして就職2年目、同僚のみゆきと結婚し家を出て行った。和也は最初結婚の報告をする気はなかったようだ。しかし真面目で几帳面な性格のみゆきが切望したらしく、みゆきだけが挨拶に来るという条件で許可したのだ。私のもとへ挨拶に来たみゆきは、自分から言い出したという割にはひどく気を使い、おどおどとしていて声も小さくか弱い女性だった。和也とは真逆のタイプのみゆきに危うさを感じた私は、連絡先を教え定期的に連絡を取るようにと念押しした。それから私は自由な時間ができた。パート仲間で楽しくおしゃべりをし、世間の流行りを教えてもらってスマホでチェックするなんてことを覚えた。それまでネット情報に疎かった私にとって、スマホで見る写真や動画はどれも刺激的で、非日常で面白く輝かしい世界に見えた。定期的にみゆきとやりとりを続けつつ、こんな SNS の世界に入り込めたらと淡い思いを抱いていたが、私ももう40代後半、さすがに現実を知っている。そんなある日、みゆきから珍しく電話がかかってきた。突然すみません、少しだけお時間大丈夫ですか？おどおどとした口調でみゆきが私に尋ねてきた。大丈夫よ、何かあったの？私入院することになりまして、でも自力で入院するための道具を持っていけなくて、頼れる方もいなくてすみません。入院？どこか悪いの？思わず大きい声で尋ねた私に、みゆきは早口でボソボソと答えた。和也さんのお母さんには言いにくい内容なんですけど、実は日頃和也さんからダメな嫁のレッテルを貼られていて。迷いながらもみゆきは普段の様子を教えてくれた。ご飯はまずいと文句を言い、全部シンクに流して一から作り直させられ、綺麗に磨いた床にわざとゴミを撒き散らして汚いから掃除しろと命令してくるんです。それは私の息子が悪いわ。みゆきさんには辛い思いをさせてしまってごめんなさい。いいえ、お母さんにはいつも愚痴を聞いていただいて感謝してます。ただ体調を崩して病院で見てもらったら、しばらく入院が必要と言われてしまったんです。みゆきは一気に言い切った後、少し息を吐いてさらに続けた。それで至急入院することになったのですが。わかったわ、私が備えるから安心してちょうだい。私がみゆきに必要なものを届けに行くと、そこではすっかり痩せ細ったみゆきがポツンとベッドに横たわっていた。精神のバランスを崩してしまったらしい。その後も
私はたびたび看病に訪れたが、みゆきは退院したと思ったら入院するの繰り返しで、一向に良くなる気配は感じられなかった。そうしているうちに時は流れ、和也が結婚して11年目、ついに事件は起きた。何度目かもわからないみゆきの退院の日、私はいつものように病室に向かい、病室に入るとそこにみゆきの姿はなかった。あれ？お手洗いかとも思ったが、みゆきが一向に戻ってくる気配はなかったので、私は受付の人に聞くことにした。すみません、303号室の田中みゆきさんはどちらへ？2時間ほど前に退院されましたよ。え？驚いた私につられて受付の女性もびっくりしていたが、今はそんなこと気にしている余裕はない。誰か迎えに来てましたか？旦那が迎えに来るとおっしゃってはいましたが。今日退院するなんて私は全く聞いていなかった。そういえばみゆきさんからお母さん宛てに手紙を預かっています。私は手紙を受け取るとお礼を言って近くの椅子に座り、深呼吸してから読み始めた。そこにはか弱い字で、私への感謝と謝罪の言葉と、和也から言われた暴言の数々、由美を和也のもとに預けてしまったことへの後悔の念がつらつらと書かれていた。そして我慢の限界だったみゆきは離婚を決意したと、離婚届も同封されていた。長々と書かれたみゆきの手紙の最後は、私のことは探さないでくださいという文言で締めくくられ、どこへ行ったかについては記載されていなかった。私は手紙を読み終えると、どうしたものかと悩みながら自宅へ帰ることにした。数日後、私が仕事を終えて帰宅し、一息ついていると、ピンポーンとインターホンが鳴った。我が家にはめったに来客などないのに珍しいなと思いつつインターホンに向かう。はーい。あ、ちょっといい？カズヤ？インターホンの画面にはカズヤがドアップで映っていたので、私は目を疑ってしまった。慌てて玄関を開けると、最後に会った時よりいくらか大人びたカズヤと、見知らぬド派手な女性、そしてうつむき加減でもじもじとした女の子が二人の後ろに隠れるように立っていた。カズヤとどちら様？あれ、紹介してなかったっけ？再婚した静香と10歳になった由美だよ。やだ、和也のお母さんはとってもお美しいですね。静香と紹介されたド派手な女性は、私への挨拶もなく妙にハイテンションで、分かりやすくお世辞を言ってきた。はあ、どうも。ほら由美、お前も挨拶するんだ。和也は強引に由美の肩をつかみ、自身の前に押し出した。あの、由美です。由美は私と目を合わそうともせず、ひたすら地面ばかり見ながらぽつりとつぶやいた。ち、あいつに似てつまらないやつだ。和也ににらまれ、びっくりと肩を震わす由美を見て、なんだかかわいそうだ。由美ちゃん、名前を教えてくれてありがとう。ところで、なんで急にうちに来たの？あいつがどっか行ってくれたから、俺はこの5年間付き合っていた静香とようやく結婚できることになったんだよ。和也はまるで自慢するかのように静香と愛人関係であったことを告白すると、
由美の肩に置く手に力を込めた。みゆきさんがどこへ行ったか知らないの？は？俺が知るわけないだろ。勝手に出て行ったあいつが悪いし、病院ばかりでろくに家事もしないからせいせいしたわ。みゆきが病院に頻繁に通うことになった理由を作ったにもかかわらず、和也は全く反省する素振りもなく言い放った。それで静香が妊娠したからさ、あんな疫病神が置いていった暗い弓は俺たちにとってお荷物なわけ。みゆきがいなくなったことを心配もせず、さらに堂々と自分の子に向かって邪魔者扱いをする和也を見て、私は心底怒りの感情が湧いてきた。和也、あなた自分で何を言ってるか分かってるの？うるさいな。もうみゆきとは終わってるし、俺はこれから静香と新しく生まれてくる宝物と人生やり直したいわけよ。みゆきさんもゆみちゃんもかわいそうだわ。あなたに愛情はないわけ？俺の愛は静香と静香の子のためにあるし、これ以上ゆみの面倒を見るつもりもない。頭をポリポリとかきながら和也は不機嫌そうに言う。そして一呼吸置くと、和也は目を見開き、さも明暗を思いついたかのように再び口を開いた。こんな元嫁との子供、ほんと邪魔で迷惑なんだよ。だから俺たちにとって縁起悪いからさ、ここで育ててよ。ユミはそんな和也の言葉を聞いても、ただ黙ったまま小さくなっているだけだった。そうですよ、私和也の赤ちゃんを授かったことが嬉しくって、やっとバラ色の人生が始まると思うと今から楽しみ。静香はスラッとしたお腹を愛おしそうになでながらうっとりとしている。だからあとはよろしく。和也は由美の背中を押し、私の方へと追いやった。じゃあ由美ちゃん、美人のおばあちゃんと仲良く暮らすのよ。私は小さくなって震えている由美がだんだん不憫に思えてきて、ついに決意した。わかったわ、由美ちゃん、うちの子になりなさい。はい。和也と静香は由美が返事をしたと同時にくるりとキビスを返して帰っていった。まるでスキップでもしだしそうな二人を私は後ろから見ていたが、静香はぴょんぴょんと跳ねたり、くるくる回りながらお腹を叩いて見せたりして、とても妊娠しているようには見えなかった。残された由美はみゆきに似たのか、おどおどとした性格のようで、無言のままずっとうつむいている。由美ちゃん、大変だったでしょう。お家の中に入りなさい。あ、はい、お邪魔します。蚊の泣くような声で由美は返事をすると、カタツムリのようにノロノロと家の中へと移動した。私はそんな由美を見て内心気が重たかったが、和也が事前に用意していた養子縁組の手続きなどを終え、戸籍上親子になった。こうして私と由美の新しい家族としての再スタートを切った。由美がやってきた初日は、精神的にもよほど疲れていたのか、シャワーなどを済ませると用意してあったベッドに倒れるように眠ってしまった。翌日、いくらか顔色が良くなった由美が起床してくると、私に驚きの発言をした。あの、この家に置いていただいているので家事をやらせていただけないでしょうか。
由美はかなり遠慮している様子で、私のことも何と呼ぶべきか悩みながら上目遣いに私を見上げてきた。由美ちゃん、私のことはしばらくひろみさんと呼んでくれたらいいわ。あと、ここはあなたの家なんだから、そんな気を使わないでちょうだい。でも、前も私がご飯を作ったり、洗濯をすることは当たり前のことでしたので。私はユミがやけに気を使う理由がやっとわかった。カズヤとしずかは家のことはすべてユミに任せていたのだ。私が指示を出すのを待たずにテキパキと洗濯を始め、冷蔵庫を確認しているユミを見ながら、いたたまれない気持ちになり、ユミと距離を縮めようと心を切り替えた。ユミちゃん、あなたの好きな食べ物を教えて。私もユミと一緒に台所に立つと、ユミは緊張から顔をこわばらせ、おずおずと答えた。私は、ハンバーグが好きです。まあ、ちょうど今日はハンバーグを作ろうと思っていたの。ユミちゃんのために私、張り切っちゃうわ。私のため？ユミは困惑しつつも、その瞳の奥からはわずかに希望の光が見えた。そうよ、ユミちゃんが好きな味で好きなだけ作ってあげる。本当ですか？ユミの瞳の光はさらに増し、初めてふわっと笑顔を浮かべた。私はその笑顔を見た瞬間、今までに感じたことのない喜びが全身を駆け巡った。天使のようなユミの笑顔を私は胸に刻む。これまで必死に働いてきた分、カズヤが実家を離れてからもずっと貯蓄してきたので、お金には余裕があり、私はパートを辞めて、のびのびとユミを育てていこうと決意した。ハンバーグの付け合わせはポテトサラダがいいかしら。うん、あ、はい。親子なんだからそんなに気を使わないでいいのよ。私は優しく諭すようにユミに言うと、やや迷った後にぎゅっと目をつむり、パッと開けるとまたもや笑顔で答えた。私、ポテトサラダも大好き。よかった。じゃあ私特製愛情たっぷりポテトサラダを召し上がれ。その翌日から私が考えたユミの心、解凍プロジェクトが本格的に始まった。まずご飯は一緒に作る。そうすることで自然とユミの好き嫌いがわかるし、ユミは料理がどんどん好きになっていたので、私にとっても一日の楽しみが増えた。その次に、私はユミとお風呂に一緒に入ることにした。最初こそユミは恥ずかしがって拒否していたが、私が何度も背中を流してほしいと頼んでいるうちにユミが折れ、すぐにお互い背中を流し合うようになった。さらに、かねてよりチェックしてきたスマホの情報の中で気になっていた場所がたくさんあった私は、ユミと共にあちこち旅行にも出かけた。もともとおとなしい性格のユミは口数が少なかったが、私のくだらない冗談に笑ってくれたり、どこに行きたいと要望を言うなどして、少しずつ心を開いてきた。ユミは次第によく笑うようになり、外に出て、近所の人とすれ違ってもにっこりと笑って挨拶できるまでになった。ある日、私がユミと公園で遊んでいると、犬の散歩中だったおばあさんがベンチの方へ向かってくるのが見えた。お母さん、あのワンちゃんかわいいね。撫でたいな。おばあさんが連れてきた大きくてふわふわの白い犬を見て、ユミは声を弾ませる。一緒にお願いしに行こっか。私はユミと共におばあさんに名乗り、犬を撫でたいとお願いすると、心よく受け入れてくれた。
中島と名乗ったそのおばあさんは、嬉しそうに笑いながら犬を撫でる由美を見て、顔をほころばせながら言った。由美ちゃんと言ったわね。まるで天使のように愛らしい笑顔ね。ありがとうございます。おじいさんに先立たれてから、私とこの犬、二人暮らしでね。毎日心にぽっかり穴が開いた気分だったけれど、ゆみちゃんの笑顔を見たら、たちまち満たされたわ。中島は、これからも会った時には、遠慮なく撫でてね、と私に言うと、終始ゆみの顔をニコニコしながら眺めていた。また別の日、ゆみとスーパーに買い物に来た時のこと。若い女性がお菓子売り場のところで泣きわめく赤ちゃんを必死になだめているところに遭遇した。周りの買い物客が迷惑そうにチラチラとその女性を見る中、ユミはお菓子に夢中になるあまりその女性に軽くぶつかってしまった。ユミ、うちの子がすみません。若い女性は泣き止まない我が子をあやすのに注力しているので、簡単に頭を下げてきただけだった。ごめんなさい、あの赤ちゃんにいい子いい子していいですか。大泣きしている赤ちゃんの顔を覗き込み、ユミがいい子いい子と言いながら優しく頭を撫でると、赤ちゃんがピタリと泣き止み、ユミを見て微笑みを見せたのだ。あ、すごい。お姉ちゃん、名前はなんて言うの？ユミです。ユミちゃん、ありがとう。この子、ユミお姉ちゃんのこと大好きみたい。今度、一緒に遊んでくれる？それから何度もその親子と会うことがあったが、ユミに会うといつも赤ちゃんは声を出して笑っていた。ママは日頃泣き止まない赤ちゃんに疲れ切っていたが、ユミに会い、ユミの笑顔に気持ちが明るくなり、自分の子供がとても愛おしくなってきたと言ってくれた。その他にも、ユミが関わったことで笑顔になった人は増えていき、近所でもたちまち有名になり、ユミの笑顔に会えたら大吉とまで噂されるようになっていった。そんな噂をどこで嗅ぎつけたのか、ある日芸能界のスカウトマンを名乗る高尾という男が我が家を訪ねてきた。こんにちは、森川由美さんはこちらにいらっしゃいますか。インターホン越しに迷路を快活に話す高尾は目をランランと輝かせている。由美はうちの子ですけど。いきなりですがお宅の由美さん、すっごい可愛くて大吉に導く女の子だって話題になっていることはご存知ですか。確かにユミの笑顔は世界一可愛いですし、近所の人たちからの評判もよく耳にします。高尾はなら話が早いと言わんばかりにずいっと顔をインターホンに近づけた。少しだけ、ほんの少しでいいんです。お話聞いてもらえませんか。私は高尾の熱量に圧倒され、迷いながらも私は話を聞くことにした。いやー、ありがとうございます。実はかく言う私も、ユミさんの笑顔にすっかりハマってしまいまして。照れくさそうに頬をかきながら、高尾は名刺を差し出してきた。そこには大手有名芸能事務所の名前と高尾の名前が印字されている。うちは大手ではありますけど、金の卵の育成にも力を入れてましてね。お宅の由美さんはぜひうちで大きな花を咲かせてほしいんです。高尾は燃え盛る炎のように熱く語り始める。ユミさんの秘める可能性たるや、彼女の笑顔から元気をもらい
励まされる人がたくさんいるでしょう。私はあまりの高尾の勢いに若干引いていたが、部屋の中でやりとりを聞いていたらしい由美がひょっこり顔を現した。お母さん、私やってみたいかも。私でも誰かの役に立てるなら嬉しいです。由美。心配する私をよそに、由美はしっかりと自分の意見を述べた。由美が和也たちと暮らしていた時、冷たくされながらも一生懸命家事をやっていたのは、親に認めてほしいという思いがあったからなのだろうと思うと、私は切なくなった。由美さんが乗り気なら話は早い。それでこちらのスケジュール表をご覧ください。高尾に差し出されたスケジュール表を私と由美二人で覗き込む。するとそこには寮生活になるという前提のもと、朝から晩までみっちりと予定が組まれていた。寮生活なんですか？はい、金の卵同士で高め合うためにも、今後は寮で過ごしてもらいます。それを聞いて由美はしばらく考え込んでからゆっくりと口を開いた。お母さん、私行くよ。え？私は驚いて由美の顔を見ると、その顔には不安の色も浮かんでいたが、決意に満ちていた。由美が決めたことならお母さん応援するわ。寂しくなるけど。思わず溢れ出てきそうな涙をこらえながら私は承諾した。高尾は承諾書にサインを受け取ると上機嫌で帰っていき、その数日後には由美の寮生活も始まった。お母さん、私にできるかな？寮生活が始まり1ヶ月もした頃に、私にかかってきた電話からは震える由美の声が聞こえてきた。由美なら大丈夫。あなたはみんなを大吉にする女の子なのよ。公園で会ったおばあさんだってあんなに褒めてくれていたじゃない。でも同い年のアミちゃんもサユちゃんもカリンちゃんもみんな可愛いんだよ。ユミはわからないかもしれないけど、ユミには内面から出る可愛さがあるのよ。励ます私にユミは涙声になりながらもありがとうとつぶやいた。私と暮らすようになってからだいぶ明るい性格になったとはいえ、まだ13歳のユミは不安で押しつぶされそうになっているのだ。せっかくユミが前向きにやりたいと言ったことなので、私は定期的に手紙を送ったり電話を通してユミを励まし続けた。私はそれからも献身的にサポートを続けていくと、ユミはどんどん自信をつけ、ついにマイナーながらもアイドルとして花開いたのだ。ユミにとってアイドルは天職だったようで、アイドルになってからますます輝いていた。すでに日課となった私との電話の中では、ひたすらに努力していることが伺えた。次第にユミを含めたアイドルグループの人気は上がっていき、忙しくなったユミと電話をする時間は減っていったが、手紙でのやり取りも変わらず続けていった。そしてついにユミがデビューしてから5年後、ユミたちのグループが初めて地上波の音楽番組に出ることになったのだ。そしてその番組ではユミたちの努力が見事に実を結び、大成功を収めた。テレビの前でついつい嬉し涙で号泣していた私のもとへ電話がかかってきた。涙でよく見えなかった私は条件反射で電話を取ると、電話の向こうからは予想もしていなかった声が聞こえてきた。ちょっとさ、ユミがアイドルになったなんて聞いてないんだけど。ユミを置いていって以来一度も連絡が来ることのなかったカズヤからだった。いつも見てる音楽番組に
由美が出てきたからびっくりしたよ。和也は自分が由美を置いていったにもかかわらず、いずれは芸能事務所に入れようと思っていただのと調子のいいことを言い始めたので、腹が立ってきた私は途中で電話を切った。せっかく感動に浸っていたのに全て台無しだ。その数日後、由美は3日間ほど我が家に帰ってくることになった。何度も時計を見ながらそわそわと落ち着かない私は、由美の到着時刻の数分前から玄関の外で待つことにした。すると予定時間を30分ほど過ぎて、由美がスーツケースをガラガラ引きながら帰ってきた。由美、お帰りなさい。ただいま。私は由美を力いっぱいに抱きしめる。久しぶりに見る由美は身内びいきだろうか、テレビで見るよりもはるかに可愛くて、私に言われた通り変装していたが、すぐに由美だとわかるほどだった。テレビ見たけど、とても感動したわ。ありがとう。照れくさそうに笑う由美。私は由美を家に入れようと玄関のドアに手をかけたその時だった。由美？由美？突然頭がボサボサに乱れた男が家に押しかけてきた。どちら様ですか？由美、こんなに可愛くなって。私を無視して由美に近寄ろうとする男に、私は由美をかばうように両手を広げた。由美も突然現れた不審者に困惑し、私の後ろで怯えている。由美にどうしても会いたくてさ、スマホで必死に目撃情報をたどってきてやったんだ。男はうっとりと由美を見つめながら感極まったように言う。誰？由美は泣きそうな声で私に聞いてくる。由美の父親だった人よ。でも全部過去の話。男は気味が悪いほど由美のことだけを凝視し、私のことなど目に入っていないようだった。由美、お前の可能性に気づけなかった俺が悪かった。なあ、また一緒に暮らそう。私はその男の言葉を聞いて、まさかと思いよく顔を見たら、すっかり中年男性へと変貌を遂げた和也だった。なあ、その顔で生まれたのは誰のおかげだ？うん、俺だろ。甘ったるい声で和也は由美に語りかける。俺さ、もう一人ぼっちで寂しいんだよ。由美、その顔で稼げた恩返しだと思って俺の役に立ってくれよ。和也、いい加減にしなさい。由美は私の子よ。頭に来た私が大きい声を出すと、ようやく和也は私を見て夢から覚めたようにうつろな瞳を向けてきた。あいつ、俺と結婚したいがために妊娠してるとか嘘つきやがって。和也はさっきまでとは一変、ゾッとするほど冷たい声で話し始めた。俺はチビを育てるのはもうごめんだって別れてやったんだけど、あいつのお金で生活してあげてたから、かわいそうな俺は借金せざるを得なくなったわけよ。やたらと上から目線でベラベラと言う和也に、ついに私の堪忍袋の尾は切れた。あんたね、由美を何だと思ってるの？勝手に私に押し付けてお金になると思ったら今度は帰ってこいだなんてありえない。私の怒りに呼応するように由美も怯えつつも和也に反論し始めた。あんたなんて家族じゃない。私が苦しい時ずっと支えてくれていたのはお母さんだもん。
反論されるとは思っていなかったのか、若干驚いた様子の和也は一歩後ろに下がった。お母さんって呼んでねって初めて言ってもらった時から。涙声でユミは和也に精一杯の思いを吐露する。そんなユミに対して和也はぐっと眉間にシワを寄せ、今にも殴りかかりそうなほど力いっぱい両手の拳を握ると大声で叫んだ。俺はお前のただ一人の父親だぞ。ユミが危ない。とっさに感じた私だったが、距離が近すぎて避けることもできず、思わず目をつぶったその時、そこの男性、やめなさい。どこから来たのか、絶妙なタイミングで警察に呼ばれ、和也はおとなしくせざるを得なかった。近くの方から通報をもらっている。詳しくは署で話を聞かせてもらおうか。はあ？俺は父親なんだぞ。証拠は？警察に突っ込まれ、たじろぐ和也にすかさず私は、戸籍上ではもう親子ではないことを説明する。和也は当然反論できず、すっかり黙り込んでしまった。署まで連行願おう。その警察の言葉に和也は魂が抜かれたようにそのまま連れて行かれた。ユミ、大丈夫だった？怖かったでしょう。ううん、お母さんが守ってくれたから大丈夫だよ。ユミは心からの笑顔で私に答えてくれた。するとそこへ今度はおどおどとした女性が私たちの元にやってきた。あの、そのおどおどとした話し方と遠慮がちな態度から察した私は驚きの声を上げた。みゆきさん？はい、その説はご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。みゆきは精神的にも回復し、ひろみに謝ろうと尋ねてきたところ、和也と揉めている現場を遠くから発見、通報してくれたのだった。お母さん、この人は？戸惑うユミに私は一から事情を説明した。すべてを知ったユミは複雑な顔を浮かべつつも、みゆきの気持ちを理解したようだった。私、これからは私を産んでくれたお母さんと一緒に暮らすことにする。ユミは私がユミにしてきたように一人ぼっちで寂しい思いをしていたみゆきの手を取り、一緒に生きていく決意をしたのだ。ユミ、本当にありがとう。離れていた時間を取り戻すことはできないけど、私ができることは何でもするわ。こんなお母さんで本当にごめんね。その後、アイドルとしても一人前になったユミは大量を許され、みゆきと二人で暮らすことになった。戸籍も整え、私とユミはまた祖母と孫の関係に戻った。だが私たち二人で築いた絆はとても強固だったので、それからも親子のような仲は変わることはない。そして今日もユミは我が家に遊びに来ていた。お母さん、おばあちゃん。ユミが勢いよく玄関から入ってくる。ユミ、今日はどうしたの？お仕事はお休み？うん、お母さんとドーナツ作ったの。美味しくできたからおばあちゃんにも食べてもらいたくて持ってきたよ。まあ、ありがとう。そうだ、あの時の公園のおばあちゃん元気？あとさ、あの時の赤ちゃん何歳になったの？私のこと覚えてるかな？私たち二人は微笑みながらたわいもない話に花を咲かせ、そんな小さな幸せをしっかりと噛み締めたのだった。